はい、どうもおはようございます、岸です。寒いよ今日は。もう手がかじかんでるということでですね、本日なんですけれども、葛西臨海公園にやってきております。今ですね、朝の6時半過ぎということで、僕の目の前の景色お見せしましょう。はい、わかりますでしょうか。これ東京ディズニーランドのシンデレラ城が見えております。こんな感じですということで、この後ね、日の出が昇りますんで、ちょっと皆さんと一緒にね、見に行ってみましょう。それでは、行ってみます。はい、ということで、まもなくですね、日の出が昇ろうとしてます。うわ、いや、くる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 。ちょっとこの後ね、写真撮りたいと思うんで、行ってきます。はい、ということで終わりました撮影ですね。お疲れ様でございました。一応家からコーヒーを持ってきたので、今日はね、この後ちょこっとだけコーヒーいただいて終わりにしたいと思います。ね、1月1日はですね、どうなるかは分かんないんですけど、多分規制線までは張らないと思うんですよね。多分ですけど、ただ申し訳ないんですけど、多分僕はね、1月1日厳しいんじゃないかなって思ってるので、なんでかっていうと、まずディズニーランドがね、やってないっていうのは、夜間営業ね、やってないっていうのが一つ大きくて、中から日の出見ることはまずできないし、なのでもうめちゃめちゃ人集まるんじゃないかなと思ってて、なのでちょっともう事前に、はい、日の出始め、日の出納めみたいな感じだねということで、来ました。どうだろうな、立ち入り禁止のね、規制線張るかもしれないし、張らないかもしれないですけど、どの道人集まりすぎて、僕はちょっと、やめとこうかなっていう感じで、事前にね、はい、来ました。朝早くね、もう起きて、もう7時だよ、まだ。家帰って寝ようかな、どうしようかな。そう、今日はですね、撮影は、こちらでやってまいりました。ね、いつものキヤノンの EOS 6D 初期型、今2型が最新ですけど初期型と、キヤノンの EF7200 ですね、こちらで撮影してきました。
まあ、ぶっちゃけね、距離的にはもう全然足りないっすね。全然足りなかったです。ただ一応今日お見せしてる写真は、トリミングなしでこんな感じで撮ってきました。設定はもう日昇ってからはねめちゃめちゃ暗くしてますね。 ISO100 F16 シャッタースピード4000分の1、こんな感じで撮りましたね。ホワイトバランスはねオートで撮ってます。人の多さ的にはほんと 3,4 人って感じでした。今日はね本当に、2週間ぐらい前なんですけど、今日は、ほんと 3,4 人でした。まあ、多分来週も多分ガチ勢の方々だと思うんで、多分あの方々は来週も来られる方だとは思うんですけど、僕は面識ないんですけどね、来られるとは思うんですけど、ここからまたさらに、ね、人数的には増えると思うので、多分ね本当カメラめちゃめちゃ大好きって感じの人たちなんで、 SNS とか Twitter とかに上げるような感じの人じゃなかったですね。本当になんかこうただただ写真が好きな方々が撮影に来られてました。はい、まあわかんないですけどね。あとそうですね、なんだろうな、まあ、とにかく寒いんで、ちょっとこの動画アップする頃にはね、まあまだちょっと1月1日には早いと思うんで、まあ、参考になればって感じですかね。はい、まあ、1月1日は皆さんちょっと避けましょうって感じですかね。僕は行かないです。そんな感じでね、今日はこれで終わりたいと思います。またね、バイバイ。